この動画は以下の要素があります。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。前回のあらすじ。謎の少女ミレイを助けた主人公。彼女にはどうやら主人公には見えない、不思議なポケモンが見えるようだ。そしてなんやかんやあってスナッチ団とバトルし、モンスターボールを買った。前回のあらすじ終わり。それじゃあ街に戻りますか。あなたたち大変よ大変。どうしたんですか？また変な男たちが大勢でやってきたのよ。また来たのか。トラックで逃げたあの二人もいたみたいだったよ。ひとまずどこ行ったかそこら辺の人に聞いてみるか。さっきの奴らが仲間を連れて戻ってきたんだ。略してトレトレの方に行ったみたいだったぞ。それってどこだ？真ん中のとこか？なんだか怖そうな人たちが市長さんの家に向かったよ。なんだって。でももしあいつらが何か悪さをしたって大丈夫。きっと正義さんがやっつけてくれるよ。正義さん？誰なんだ？そんなことより市長さんが危ない。市長さん。ミラーボさんこ、こいつです。女を奪って行ったのは。おやまあ情けない。お前たちこんなちびっこにやられたっていうのかい？ド派手なアフロですね。君まとか言ったっけ？悪いけどその子をこのまま放っておくわけにはいかないんだよね。なんとその子は普通の人間には見えないものが見えちゃうみたいでさ。それって僕らにとって非常にまずいんだよね。痛い目に遭いたくなかったら君もつまらないことには首を突っ込まない方がいいよ。お前たち。はい。僕は一足先にパイラタウンに戻ってるからその子を連れするんだよ。いいかい？二度と失敗は許されないからね。ふっほほほ。レッツ、ミュージックスタートを。嵐のように去っていった。あとあの三色の戦隊みたいな奴らもあの、アフロくらい強いんかな？いやいやいや、一個の前は油断したが今度はそうはいかないぜ。ミラーボの手下のヘボイが勝負を仕掛けてきた。いけいひねんりき。今度は俺の番だ。ヘボイのようにはいかないぜ。ミラーボ手下のトロイが勝負を仕掛けてきた。ミラーボ手下のトロイは夜回るとイトマルを繰り出した。イケブラッキーとエイフィ。さあ兄弟分と同じように倒してやるぜ。まずはイトマルからだ。エイフィ念力。よし、効果抜群。よし、これで相手の手持ちは、残り一体、この勝負もらったな。ミラーボ手下のトロイは幕の下を繰り出した。幕の下だったらエイフィの念力で勝ったな。あれよあのポケモン。あのポケモンを見たから私あいつらに捕まったの。私には見えるのあの黒いオーラのポケモンは誰かに何かされたんだわ。危ない。気をつけて。やっぱりこのポケモンは人を襲ってくる。
そうだ、あまり気が乗らないけど、そんなこと言ってる場合じゃないわ。願い、あのポケモンを悪い奴から取り戻してちょうだい。あなたならいいえ、あなたにしかできないの。スナッチしろってことかな。ひとまず夜回るから片付けて、いい感じに幕の下にダメージを与えてゲットしますか。幕の下なかなかに硬いですね。こんな感じで大丈夫かな。それじゃあ初スナッチ、やってみるか。やったー、幕の下ゲットー。ぐわー。なな、俺様のポケモンが？そっやるな、俺様のポケモンをスナッチしやがるとは。おい、感心してる場合かよ。どうしよう、俺たちまた負けちまったから、ミラーボさんに怒られちまうぜ。どうしようも、こうしようも、こうなったら逃げろー。やった、奴らのポケモンをゲットできたね。でもまだ他にも同じようなポケモンがきっといるはずよ。悪い奴らから一匹残らず取り戻しましょう。ひとまず勝利したから、今度は違う街を目指しますか。あれ、この緑の人、あのアフロの人と一緒にいた、他の二人も出口を塞いでいるのかな。青が正面、赤が右の出口と、それぞれ塞いでいた。とりあえず左の、緑の人のところから出るか。残念ながらここを通すわけにはいかないぜ。それともこの俺様をバトルで倒すとでも言うのかな。謎の戦闘員のベルデが勝負を仕掛けてきた。黒いオーラのポケモンよ。え、金銀の御三家が、ゲットできるの？じゃあ残り二人は、アリゲイツとマグマラシやったんかな。とにかく何としてもゲットせねば。もう一回念力でギリギリ赤ゲージかな。よし、一計。あ、
やるなトロイたちを責められないぜ。あのポケモンは何なの？一体あなたたちはポケモンに何をしたの？あれはポケモンの心を人工的に閉ざして戦闘マシンへと変えたものさ。え、何？人工的にポケモンの心を閉ざしたですって？ふん。それを知ったところで何もならないだろうがな。そうだ、子供の頃聞いたことがある。心を閉ざしたポケモンも一緒にバトルしてるとだんだん心が開くって。行きましょ。あいつらの行き先はきっとパイラタウンよ。だって私が初めて変なポケモン見たのパイラタウンだもん。